こんにちは、青木里奈です。ゆめタウン久留米のお買い得情報をお送りする週刊ゆめくるプレス。もうすぐお待ちかねのゴールデンウィークですね。お休みに何をするか考えるとワクワクしてきますよね。そこで今回のテーマはゴールデンウィーク遊び方改革。いつもとはちょっと違った休日になるおすすめのアイテムをご紹介しますよ。それでは週刊ゆめくるプレススタートです。週刊ゆめくるプレス、まずはこちらのお店エーグルからご紹介です。1階エーグル、エスプリの効いた女性にも着やすいデザインと自然に溶け込むナチュラルなカラーで男女問わずファミリーまでトータルでライフスタイルをご提案します。エーグルからご紹介するのはこちらのパッカエアトートです。トートとリュックのツーウェイデザインで内部ポケットに本体が収納できるパッカブル仕様になっています。普段使いから旅先でのサブバッグ、そして野外フェスの工業用バッグなど様々な用途で使用できる一品です。ジッププラス巾着の二重クロージャー仕様で中の荷物も安心ですよ。お次はこちらのお店ABC マートです。2階 ABC マート、スニーカー、ビジネス、レディース、キッズシューズなど幅広い品揃えで足元からライフスタイルを提案するシューズ専門店です。 ABC マートからはこちらのアイテムをご紹介。オズウィーゴクライマクールです。丈夫なメッシュアッパーにアウトソールにベンチレーションを配して通気性を高めています。クッショニングの効いたクラウドホームが軽い履き心地をもたらします。さらに靴底にも通気があり、360度全方位から通気できて、これからの暑い季節にぴったりですね。続いてはこちらのお店紫スポーツです。2階紫スポーツ、アクションスポーツ用品とトレンドアイテムが満載のカジュアルウェア、アクセサリー、シューズを展開するお店です。紫スポーツのおすすめアイテムはじゃーん、ストライダーです。アメリカ生まれの足で地面を蹴って進む全く新しいバイクなんです。バランス感覚や上手な転び方を養うことができ、お子様が自転車に乗る前の練習にもなります。足を使って進む、止まる、曲がるといった本能的な動作で操縦するため、体を動かしたいという欲求が生まれるそうですよ。1歳半から5歳までサドルやハンドルの高さが調節も可能なので、成長に合わせて遊ぶことができますよ。最後のお店はこちら、グローバルワークです。2階グローバルワーク、良い品質で買いやすい価格と全ての人が心地よく感じる快適なファッションをグローバルワークは提案します。グローバルワークからのご紹介はこちらのポップアップテントです。組み立て片付けが超簡単にできちゃいます。持ち運びも軽くって便利、いろいろなシーンに使えるカラーリングですね。これさえあればどこにでもお出かけできちゃいますよ。今回はゴールデンウィーク遊び方改革をテーマにお届けしました。ゴールデンウィークがより楽しくなるアイテムばかりでしたね。私もゴールデンウィークが待ちきれなくなってきちゃいました。その他にも夢タウン久留米にはゴールデンウィークを楽しく過ごすアイテムが盛りだくさんです。しっかり準備して最高の休日を過ごしましょう。お買い得情報盛りだくさんでお届けする週刊夢くるプレス、次回もお楽しみに。